月が地球の陰に完全に隠れる皆既月食と天王星が月に隠れる惑星食が昨日同時に起きました県内でも442年ぶりとなる天体ショーを見守りました現在部分月食が始まって40分ほど経ちますがかなり月も欠けてきていますね8割ほどかけてきていますでこの後午後7時16分からは皆既月食が楽しめます 太陽、地球、月が一直線に並び、月が地球の影に完全に隠れる回帰月食は、昨日午後7時16分から始まり、午後8時42分までのおよそ1時間半、観察することができました。月は地球の影に入っても真っ黒にはならず、地球を取り巻く大気の影響でぼんやりと赤くなる尺道色の月を楽しめました。 また、怪奇月食と同時に天皇星が月の影に隠れる惑星食も見られました。怪奇月食と惑星食が日本で同時に見られるのは、安土桃山時代の1580年以来442年ぶりです。 能登町にある石川県柳田星野観察館まんてんぼしでは観察会が開かれ訪れた人たちが望遠鏡を使って皆既月食の観察を楽しみました月食が進み月の表面が赤く輝き始めていますとても幻想的です <laughs> どうですか見えますか見えます。 次に日本で見られる皆既月食はおよそ3年後の2025年9月8日で皆既月食と惑星食を同時に見られるのは322年後の2344年になります。